劉漢優は、新末民発の海軍軍人。新朝、北京政府で海軍の職歴を重ねた。字は、声、死英、貧しい桶職人の家庭に生まれる。1875年、福建スフネ声学堂がしか、第4期で学び、4年後に卒業した。その後、訓練、昇進を重ね、1883年、高速船、用意の包帯に任命された。 1884年の中仏戦争では、復権省へ向かうことになった。しかし途中で、朝鮮の東学党討伐のため朝鮮へ、赴任先を変更された。1885年、戦艦、庭園の大福に任命された。1886年3月、劉官優は慎重により留学生に選抜され、イギリスに留学する。各種技術を学んだ後、 翌年12月に帰国した。間もなく、安支援の監査に任命され、戦争となっている。1894年、劉寛友は、安支援の包帯に任命され、日清戦争に参戦した。劉は、大東溝の海戦で、日本軍と交戦し、果敢な総戦により前線した。この時の活躍は、後に、園生外からも賞賛を受けている。 しかし、翌年1月の異海への海戦で、安支援は撃沈され、劉官優は過労死で救出された。日清戦争終結後、劉は大東港での功績をもって海軍に止められている。1898年には、当時の中国における最大級の戦艦、海天の艦隊に抜擢された。1904年、劉関優は任務により、新港島から港院へ、 回転で向かう。途中、悪天候に見舞われたが、龍は、大福盛り鈴、軽の監視を無視してその中を盲進した。結果、五章口付近で、回転は、座礁沈没してしまう、大失態となった。遠征外の鳥なしにより、龍はかろうじて一時免職のみで救われている。その後、特殊兵交渉総弁、北洋解剖、英務所海弁、関東水師 英務書総弁などを歴任した。侵害革命勃発後、劉官優は、上海へ向かい、上海都督陳その日により、上海都督府海軍高等顧問として招兵された。1912年1月、南京臨時政府が成立すると、劉は、海軍部顧問として招兵された。しかし、間もなく夢へ、森鈴家と共に、遠大へ向かい、 そのまま遠征外に帰属してしまう。同年3月、当将棋内閣が成立すると、劉関優は海軍総長に任命される。以後、劉は近代海軍制度の整備に尽力した。同年12月に海軍上昇の位を授与される。また、陸印、省長平人氏、熊清愛、女性省の閣内閣で海軍総長を務めた。 1913年7月の二次革命では、劉巻竜が自ら艦隊を率いて南下し、五将砲台の戦いに参加した。さらに遠征外から南洋巡越氏に任命され、チャンス賞の反炎軍を撃破した。この時の軍港により一、一等分虎賞、一等家の義賞などを授与されている。同年12月、復権と徳馬五道人が北京に召喚されたことを受け、 竜が復権と得を兼任した。竜は省内の国民党に弾圧を加え、その勢力をほぼ壊滅させた。1914年2月、北京に召喚されている。1915年12月、園政外が皇帝に即位すると、竜関友は二等校に封じられた。しかし、竜自身は園の即位に好意的ではなかった。 そのため1916年1月、劉は北京を離れて南下し、海軍への統制を強めながらも、半ンの五国軍討伐には、積極的に動こうとしなかった。同年6月に、円生害が死去すると、劉関竜は一旦辞職して、天津に偶居する。同年7月、国務総理団、気髄の要請により、再び海軍総長となり、 王子陳内閣、千能軍内閣でも、海軍総長を務めた。劉は、海軍増強こそが、国防の要であるとの考えから、重加年計画による、海軍増強計画の推進に尽力した。実際には、北京政府の財力不足や、陸軍重視姿勢により、完全な実現こそならなかったものの、人材育成など、一定の成果は残している。 1919年12月、海軍総長を辞任した。1922年11月、劉貫優は、福建陳部氏に任命された。しかし当時の福建省では、北京政府派の殺沈公理と、南方政府派の林森とが激しい政治構想を繰り広げていた。後者の圧力を受ける形で、竜浜もなく復讐を離れて、アモイに移った。 翌年1月、孫憐坊らの支援を受けた薩が林を駆逐し、一時的に、薩と龍が揃って、便利復権前工事よに任命された。しかし、龍はすぐに、越海、強死防御師に移動した。同年11月、龍は引退して、天津に偶居した。1927年6月24日、龍は、天津で病没した。年67、 ありがとうございます。